遺留品の捜索が続いています。山梨県道志村のキャンプ場近くで見つかった人骨が行方不明になっていた小倉美咲さんのものと分かり、警察は今朝から他に遺留品がないか捜索を続けています。捜索場所はキャンプ場から600メートル離れた枯れた沢で、この沢から見つかった肩甲骨の DNA 型が美咲さんのものと一致しています。